おはようございます。チロチロです。新型コロナをめぐり、西村経済再生担当大臣は今後3週間で感染増加が抑えられなければ緊急事態宣言が視野に入ってくると述べました。また政府の分科会からは感染急増地域の往来自粛や飲食店の営業時間短縮などが提言されました。クリスマス前まで我慢の3週間となり、忘年会など繁忙期の飲食店には致命的となりかねず、十分な保障が不可欠となってきています。また GoTo トラベルで感染拡大地域からの出発分の停止とすることも必要かと思われます。医療体制が逼迫している地域では患者の搬送、医療従事者の派遣なども同時に考える時期になってきているように感じています。各個人レベルでの感染警戒が必要になってきていますので、分別のある行動を心がけましょう。さて本日は KF96 シリコンネタです。朝晩は寒くなりつつありますが、まだこの時期の日中は日差しがある程度あれば洗車日和となっています。まずはじめに愛車ミニの現状を見ています。サイド面を中心によく見ますと結構汚れていますね。今日は KF96 シリコンのベタ付けに関して考えていこうと思っています。シリコンのベタ付けに関してはシリコンの愛用者の中でも賛否が分かれているところでもあり、シリコンベタ付けは意味がないという方も結構多くいているようです。私個人はシリコンベタ付けを推奨している立場ですので、今日は KF96 シリコンのベタ付けをシリコン歴4年以上の経験を踏まえて私なりに深掘りしていこうかなと思っています。今日の洗車工程としては、シリコン洗車のメンテナンス洗車、つまり水洗車を行った後、KF96 シリコンを実際に塗布しベタ付けを行っていきますので、本日もよろしくお願いいたします。日々のメンテナンス洗車をやっていきますが、私のミニは足回りのみシリコンコーティングを行っていませんので、ミニの足回りはシャンプー洗車が基本です。どうして足回りのみシリコンコーティングをしていないのかについては、こちらの動画でチェックしてみてください。現在洗車工程としてはタイヤをタイヤブラシで洗浄中です。今日は冒頭で言った通りシリコンベタ付けについて考えていきますが、そもそもシリコンベタ付けとはと思っている方もいるかもしれませんので、シリコンベタ付けの意味を先に話していきます。シリコンのベタ付けとは簡単に言いますと、洗車後 KF96 シリコンをボディに塗布し、シリコンを塗ったまま数時間寝かし、シリコンの浸透力を使ってボディ表面についた汚れに浸透させ、汚れを浮かしていく行為のことを俗にシリコンドブ付けやシリコンベタ付けと呼んでいます。わかりやすく言いますと、衣類などにシミがついた時に漂白剤やワイドハイターなどを使って数時間寝かしてから洗濯するのと同じ感じですね。あとはハイターなどを使って食器の漂白をするのと同じようなことです。今の時期ですとコロナだけでなく、ノロウイルス等の感染症の予防のために食器類をハイター除菌されている方も多いのではないでしょうか。要するに数時間溶剤で寝かし、その溶剤の効果を高める方法のことをベタ付けやドブ付けと言っています。洗車における KF96 シリコンのベタ付け行為は、シリコン洗車初期の頃は当然必要となってきます。初期の頃は当然シリコン被膜がボディ表面に形成できていませんし、ボディには様々な汚れ、デポジットなどがついていることが多いと思います。新車などでは深刻な汚れはないかと思いますが、私の動画でのシリコン洗車に関するものは主にある程度経年劣化した車を対象にしていますので、ある程度経年劣化した車のことと理解してください。シリコン洗車初期の頃はとりあえずシリコンを塗布していくっていう方法と、ある程度水垢やデポジットなどを除去してから始める方法の2つの選択肢があります。この2つの選択肢、どちらを選択しても結果は同じですので、どちらでも良いのですが、ムラになりにくいっていう点で、後者のある程度水垢やデポジットを処理してからの方がムラの発生が少なくなってきます。シリコンのムラに関してはある程度共存するところも必要なところがありますので、初期の頃は特にある程度のムラは覚悟が必要です。洗車工程としては足回りのシャンプー洗車が終わり、現在は予洗いのために洗車前にジェットで流しているところです。この予洗いもシリコン洗車をする上でとても重要な作業と考えています。
時間をかけてシリコン被膜を形成できてきますと、シリコン被膜の上に汚れが乗っている状態になってきますので、予洗いだけで結構きれいになってきます。しっかり予洗いを行うことで洗車傷の原因となる砂なども同時に流せますので、洗車傷予防のためにも予洗いを行うことをお勧めしています。予洗いで流した後はハケでメンテナンス洗車を行っていきます。シリコンのベタ付け行為は、初期の頃はシリコンによりボディ表面にこびりついた頑固汚れ、水垢かディポジットを浮かすという意味もありますが、それと同時にシリコン被膜を形成するという意味でもとても重要になってきます。シリコン洗車はただシリコンを塗れば良いと勘違いしている方も多いようですが、シリコンには非粘着性というものにくっつきにくいという特性がありますので、シリコンはただ塗るだけではすぐに取れてしまいます。シリコンの非粘着性、物にくっつきにくいという特徴を克服するために、シリコン初期の頃は特にシリコンベタ付けを定期的に繰り返すことで、徐々にその非粘着性を克服できて、シリコン被膜が時間とともに形成されていきます。私も今までに経験上いろんな方法を試してきてきましたが、私なら経験上これからもしシリコン洗車を始めるなら、時間の許す限りシリコンベタ付けをずっと繰り返すことを選択すると思います。ここまではシリコン洗車初期の時のシリコンベタ付けの必要性について話してきましたが、シリコン初期の頃はベタ付けが必要ということに関してはあまり反論はないのではないかなと思っています。初期の頃にシリコンベタ付けを軽んじていると、結局のところいつまでたってもシリコンのムラがなくならない結果になりますので、シリコンのムラに悩んでいる方はもう一度シリコンベタ付けからやり直すことが最短の方法だと思っています。ここまではシリコン初期段階でのシリコンベタ付けについて話してきましたが、次は初期段階を卒業してもシリコンベタ付けが必要ということについて話していきます。以前にこちらの動画で成功のためのロードマップについて話しましたが、ある程度シリコン初期段階を卒業してもやはり定期的なシリコンベタ付けは必要になってきます。基本的に私の動画では年単位で愛車をきれいに保つことを最重要視して動画を作成しています。私のミニも6年目となりましたが、このミニは私のシリコン洗車の経験年数と比例していて、シリコン洗車のおかげでアウトドア駐車の環境下でも結構きれいに保てている状態です。6年目のミニで定期的に行っているのが唯一シリコンのベタ付けで、今日のテーマとなっています。ここからはメンテナンス洗車ができましたので、実際にシリコンを塗布していく様子をお届けしていきます。まずボディをミストで濡らしてからシリコンを塗布していきます。噴霧器ミストでも良いですし、高木のシャワーヘッドですと噴霧器以上に細かいミストが散水できますので、今日は高木のシャワーヘッドでミストをやっていきます。ミスト散水後、ただシリコンを伸ばしていくだけですね。使っているのはシリコンとショップタオルのみです。シリコンはこれは一概には言えませんし、車の塗装面の状態にもよって違ってきますが、だいたい 3,4 ヶ月ほどはシリコン洗車を継続すればある程度シリコン被膜が形成できます。最初の方でシリコンの非粘着性について触れてきましたが、シリコンの非粘着性とはくっつきにくいということでしたね。シリコン洗車を数ヶ月間継続し、ある程度シリコン被膜が形成できたとしても、駐車環境によって雨に多く打たれたりする環境下ではシリコンの減衰も当然あります。シリコンコーティングは半年や1年と持つものではないので、定期的にシリコンを追加していってシリコン被膜を維持することがシリコン洗車には不可欠です。屋根付きのガレージがあれば 3,4 ヶ月はシリコンは持つかもしれませんが、私のようにアウトドア駐車ですとせいぜい 2,3 ヶ月っていうところです。シリコンは様々な環境にさらされることで徐々に減衰していきますが、減衰していくということはシリコンによるプロテクション効果の方も徐々に薄まっていくということで、徐々に減衰していくことで水垢やディポジットのリスクも当然増していきます。水垢やディポジットをつけないことは年間を通し車をきれいに保つには絶対必要です。シリコン被膜が減衰した状態で長い間置いておくと、また水垢やディポジットができてしまいます。シリコン洗車はディポジット問題を解消はしてくれますが、これはシリコン被膜をずっと形成もしくは維持していないと無理ですので、
定期的にシリコンの追加によるシリコン被膜の維持は必ず必要になってきます。先ほど紹介した成功のためのロードマップでも話はしていますが、私同様に青空注射での環境下では3ヶ月ごとのシリコン追加を計画的に行って、それと同時にベタ付けすることで目には見えにくいまだ小さなシミを放っておきますと、今後ディポジットに成長する可能性がありますので、定期的なシリコンベタ付けはそのリスク回避をすることもできますので、シリコン追加と同時にベタ付けを行うことは私は推奨を行っています。少なくともずっと私はそうしていますし、それにより愛車ミニを維持できていると思っています。今までの経験から分かってきたことは、常時青空注射の場合ですと、シリコン被膜が形成できている状態ですと、だいたいそうですね、3ヶ月ぐらいは水洗車のみでシリコン被膜もしくはシリコンコーティングを維持することは可能です。実験的に4ヶ月間水洗車のみでどうなるのかを実験したこともありますが、正直4ヶ月は厳しかったです。もちろん注射環境に大きく左右されるとは思いますが、私の経験実験では4ヶ月は無理でした。4ヶ月経ったとしても完全にシリコン被膜がなくなることはないので、またシリコンを追加すればシリコン被膜は復活はしますが、問題はありませんが、減衰していることは確実ですので、デポジットの再付着のリスクは当然増えてきます。シリコン塗布の方ができましたので、塗布直後の様子を見ていきます。こんな感じですね。年単位で愛車をきれいに、少なくとも私のミニぐらいの状態を保つには3ヶ月に一度のシリコン追加とベタ付けは必要ということです。水やからディポジットは目に見える状態になってからでは時すでに遅しです。シミが小さいうちから根こそぎ除去することでディポジットに成長しませんので、そういった意味でも小さいうちに叩けるのがシリコンベタ付けのメリットとなってきます。シリコン洗車を行っている方でもコメントなどでたまに来ますが、シミができたというものですが、それは定期的なシリコンベタ付けを軽視している証拠だと思っています。洗車は自己満足的な要素が強くって、結局のところどれが正しいっていうものはないと思っていますし、結局自分が満足さえしていれば洗車方法なんて何でも良いと思っています。シリコン洗車も様々な方法があるようですが、私は一応4年以上シリコン洗車の経験がありますので、私のやり方を紹介しているだけでどれが正しいっていうものではないので、参考程度にしてください。ただ言えることは、この方法で6年目になるミニを維持しているっていうことは事実っていうことです。今日はここまで長々と KF96 シリコンのベタ付けに関して私なりの解釈を話してきました。シリコン洗車は継続あるのみですが、計画的なロードマップは必要です。経験上シリコン追加とベタ付けは2ヶ月に一度がベストだとは思っていますが、なかなかできないところですね。実際のところは3ヶ月に一度しかできていませんが、2ヶ月に一度の方が断然リスクは軽減できます。こんな感じで私の動画ではシリコン洗車関係の動画を主にアップしています。この動画が役に立った、もしくはためになったって方はグッドボタンもよろしくお願いいたします。今日の動画は以上となっています。予定ではここから数時間シリコンを寝かしていく予定で、続きはまた次回アップしていきます。今日使ったショップタオルは2枚でした。最後までご視聴ありがとうございました。